次のコーナーは、まあ、この名前にもあって水曜バッシュっていうことで、あの視聴者にプレゼントしていただけるバッシュを持っていただいてると思うんですけど、今回はどんなバッシュになりますでしょうか。はい、アシックスの、はい、ゲルバーストの、24、ゲルバースト、アシックス、はいはい、これを普段試合でも履いてると。これはそうですね、1回プレシーズンでも履いて、はい、これ練習でも履いてたんですけど、軽いくて、うん、ガードの選手におすすめかな。はい、なんかシューズ選びでここだけは外せないっていうポイントとかってあります？足首がこう、捻挫もたまにしちゃうんで、はい、足首の部分がしっかりこう伝えてる、フィット感が結構あるやつの方が選びやすい。ローカットは履かない？ローカットはそうですね、あんまり履いたことないです。うん、軽さもやはり、まあ、軽い方はやっぱりもうそうです、軽い方がいいですけど、うん、そんな軽すぎるっていうよりかはやっぱそのフィット感の方が。靴下は1枚ですか？靴下は1枚です、僕1枚ですね僕2枚履いてたんで、ずっと。ああ、どうなんですか？なんかバッシュの隙間が空いたりする箇所もあったりとかして、あ、はい、シューズの中でこう足がずれるのがすごい嫌で、ソックスで履いて隙間埋めてたんですけど、だからみんなですごい2泊3日ぐらいで遠征行くと靴下毎回2枚やから、もう洗濯の数が半端、ソックスの量が半端じゃなくてそれは結構言われてたけど、あんまり今いないのかな。でも流行りましたよね、なんか僕が本当中学校の時になんかやってる人が結構いました、見てわかりました。じゃあその場所を今回、はい、視聴者にプレゼントしていただけるってことですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと最後になるんですけど、最後ちょっとカメラ目線で、ちょっと僕はいない体で、はい、あのファンの方にメッセージをいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はいろいろ話を聞いていただきありがとうございました。まあ、今シーズン、残り試合も全力で、勝利に向かって頑張っていきますので、今シーズンも応援よろしくお願いします。はい、ということで、僕も結構外国籍選手加わってコーチも変わったということで、すごい期待しているので、はい、また試合も見に行きたいと思うので頑張ってください。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。